はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということでですね、本日の動画はですね、もうこのユニフォーム見てください。はい。千葉ロッテのユニフォーム着てます、ビップが。はい。お前、いろんな球団のユニフォーム着すぎやろと言われたら、もうそれまでですけどね。まあ、特にね、これといったファンの球団がないんで、もうユニフォームはね、日に日に変わらせていただきます。これはね、西村選手。はい。ロッテの西村選手からいただいた、これ今日ガチモンなんですよ、これ。ガチモンのユニフォーム。試合とかで着るようなユニフォームやと思います。多分 NPB のマーク入ってるんで。まあね、そのガチのね、うん、このガチの、はい。千葉工銀さんのね、これも入った上でのユニフォームを着て使う選手は、もうサムネ見てもらったらわかると思いますけど、こちらの選手。堀選手されたす初使用です。はい。堀選手初使用。しかも、今回は、おそらくガチオーダーに入るんすよね。うん。今までやってきた、まあ、イチロー選手、まあ、伊藤選手、まあ、強いし、まあ、オーダー、まあ、ランク戦のオーダーには入るけど、ガチオーダーに入るかって言われたら、ちょっと首をかしげます。ちょっと首かしげるんですけど、この堀選手は、今僕のオーダー見てもらったらわかるんですけど、今こんな感じなんですよ。はい。今こんな感じで、この菊池選手のところでいつも代打を出してるんですよね。で、右打者の代打がいなくて、もう今スピリッツが高い右打者が。だから誰にしようかなと思った時に、この堀選手ですよ。堀選手そのままセカンド入りますんで、特殊積んでます。そういうこと。うん。そういうことです。ということで、もうこの堀選手はね、もうね、これね、チャンス20丸が、まあ強い、これ。だからもうチャンスの場面で出すんが正解ですよね。チャンスで出して、で、広角打法あります。ライドラ、そしてサヨナラ男もあるんで、もうこれサヨナラの場面で出したらよりエグいよね。延長とか行って出した時が一番エグいよ、これ。だからもうこの堀選手はね、絶対にレギュラーになってもらわないといけない存在ということで、小チャレ行きましょう。堀光一です、あれです。よしよしでね、これこの前のね、伊藤選手の動画でも来てたんやけど、なんでレベル1とか中途半端で称号チャレンジができるんですかっていう質問。もうこの質問、おそらく92回目です。本当に。ガチで。もう乗しとくわ、ここに。うん。もうここに乗しとく。それ。もう一時停止してみて、一時停止して。もう書いとくからね。はい。オッケー、オッケー、オッケーね。よし。しかも今回、これね、僕、継承してないんですよ。持ってなくて。で、しかも育成も間に合わなかったから、もうレベル1の堀選手を、全部特訓レベルマックスにしました。さっき下に書いてたようにね。だから、もう、B ランクめっちゃ使ったよ。4ページくらい使いました、B ランク。はい。プレゼントボックスの4ページ使ったから、300体から400体くらい使ったんじゃないかな、多分。もっと使ってるかもね。っていうことで、堀選手についてほしい称号は、もう一番、もう何でもいい。まあ、同時崩れないのであったら、驚異のスラッグですけど、はい、欲しいよ。いやーいや、まあまあけど、うん、強い強い。じゃあ早速堀選手使っていきましょう。何してんねん。さあヨッシーさん、よろ、本物ヨッシーってヨッシーでしょ。マジヨッシーペロン。てかさ、みんなお知らせ見たな。お知らせ、なんか不具合情報でこんなん出てたんですけど、これ、イチロー選手のフォーム変わるってこと？これ。なあ。なんか不具合情報で出てたんで、これワンチャンなんかイチロー選手のフォーム変わるんちゃう？どうなんやろね。わからんけど。もしかして間違えてたみたいな？俺が言った通りになる？これ、もしかして。まあ別にね、いいけどね。まあもう、なんかフォームとかよりもマジで弾道変えてほしい。ガチで。ガチで弾道変えてほしいわ。取れるよ！取れる！なしで！やばいやばい、なんか上手くね？あれ？どうした？グリフィン通用しない系男子？これグリフィン通用しない系男子やわ、多分。これ行かれるんかな？いや、それ、何ミート打ち？そうですよね。うまっ！めんどくさ使ってみた動画で、めんどくさ中継ぎ出すもう。てか、あれ見た？あれ。俺のさ、昨日と一昨日の動画。あ、まあ、これ、この動画がいつ出てるかわからんけど、イチローのガチャ、イチローセレクションのガチャと、イチロー使ってみたの動画が、急上昇に、その、しかもゲームじゃない方よ。いつも僕の動画って毎日ゲームの急上昇ランキングありがたいことに入らせてもろてるんですよ。ゲーム急上昇ランキングで。見てもらう、多分この動画もおそらく多分入ってると思うんですけど、その、下見てもらったらわかると思うんですけどね。で、そのゲームじゃない方の、普通のも言ったら米津玄師とか、うん、俺の好きなこのね、ベイビーモンスターとかが入ってる急上昇ランキングに2つ入ってたんですよ。俺の動画が。すごくない？しかも1個は5位とかに入ってたよ。米津玄師より上でしたよ、俺。うん。実質俺米津玄師やん。うん。夢ならば、どれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。ウェッ！そうそう、米津ビプシが出ちゃいました。ごめんなさい。はい、ボール。はい、イチロー出たよ。さあ、ここで、堀選手。オーケーオーケー、これチャンス出します。走ります。これで走ってチャンス。あ、堀選手の応援歌いるの忘れた。よし。オーケー。よし、チャンス。
よしよし見て来ました、88、89、いくこれいける、これマジで放り込める、いくよ、はい、よしよしまあ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 、今のはもうちょっと下やったら多分、うん、もうちょっと下から入ってたら多分行ってたな今な、ちょっと今上から行き過ぎたかも、ごめん。いやけど本当にね、もうねこれね、ゲーム動画が毎日この急上昇に乗ることってね、エグいんすよマジで、本当にもう本当にみんなのおかげありがとうね、うん、これからもよろしくね。なんか今日あれやね、エキサイティングおそらく発表されてますよね。いやコメント欄またなんかそのエキサイティングの選手次第では渋い渋い言うてんねやろな、なんかそういう未来が見えるな。もう今日で多分エキサイティングの選手全員発表されたんで、おそらく6月6日からエキサイティングですね、多分イチローセレクションが終わったタイミングで。まあエキサイティングはね、その選手発表された選手がね、その今まで出たプロスピの能力であんまり強くなくても能力変更で期待しましょう、うんもうそれしか言うことない。能力さえ変わってくれればね、もしかしたら今まで渋い選手も参るかもしれないからね。あと特殊能力もどうなるかわからんし。よしよし、一郎出た。走るよ。また堀選手応援歌入れるの忘れた。はい。よーし、チャンス。いや、チャンス出ないか。オッケー。え？しゃあない。これはしゃあないよ。うん。タイピン、ほら、タイピン出へんよ。タイピン出なかったね。うん。敬遠したのにね、わざわざ。まあ、今のはしょうがないですよ。はい。相手の方もタイピン出すために敬遠してますからね。今のは別に俺が堀光一使ってみたをやってるやってない関係なしで。おらThis is Okawari です。はい。This is Okawari。ほら、もう相手やる気なくなってるやん。もう見て。ほら、飛ばさへんもん。もう相手ちょっともう失望してるやん、これ多分。なんや、この顔、ほんで。怪我早く治ってください、ギータ。ホークスファンが泣いてますよ。さあ、イチロー。よし、これ回ってくるよ。堀選手回ってくる。イチローセレクション、オーダーやりたいな。ちょっとイチローセレクションでゲットした選手、全員頑張って極みにしようかな、マジで。一応全員極みにできそうな感じあるんよね。いや、これまたホームラン打つよ。ほら、ああ。ほら、ああ、ほら、ええ今なんて、あ、流し打ち警戒してたんか。え、絶対抜けたと思ってんけど今。誰サンタナ、いや、ドミンゴ。おら。ってことで次の試合行こう。お、相手ライトイチローですやん。イチロー S やん。S ランクちゃう、あの、守備 S のイチローや。山下俊平太選手って、今年あんま投げてないよね。2試合か3試合ぐらいしか投げて、え、もっと投げてないか。なんか俊平太どうしたんやろね。うわー、やっちゃったー、ボール球やった、よしよし、広角出た、また応援歌入れるの忘れた。いや、早っ、え、ちょっと待って、俊平太球早っ、え、ちょっと待って、早い、超高速球ってこんな早いの。え、もうストレート張らないと打たれへん、この速さ。よし、いける、絶対いける、うわ、マジかよー、ちょっと待って、ストレートクソ速いねんけど。あれ、ちょっと待って、山下俊平太強くね、え、早っ、え、ちょっと待って、ちょっと裏補正ついてるって、バリ球速い、え、めっちゃ球速いんですけど、え、俊平太裏補正ついてるって、待って、これ山下俊平太使ってみた、あるな、いや、ラッキー、あぶねー、よしよしよし、ラッキーラッキー。ちょ待って、けどこれ堀選手回ってこないかも。さあ、ちょっとガチオーダーに入るとか言っといて、あんまり打ててないからちょっとこれ頑張らないと。ホームラン打ちたいけどな、甲子園広いか。よし、いや、マジかよ、それラインドライブやったら抜けてるんですよ、やば、ちょっと待って、能力下げすぎやろ。まあ、特能出てなくても打てるんだぞと。よし、いやー、早かった。いやー、なんか特能出てない時ってライドラットホームラン打てる気せえへんよな、パワー低いと。よし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 、抜ける、あー、抜けないか、オッケー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 。うわー、ちょっと待って、全部の動画がおかわりくんの動画になるんですよ。おかわりくんが打ちすぎて、おかわりくんがホームラン打ちすぎて、どの動画もおかわりくん使ってみたらおかわりしてるんですよ、これ。ティアンディ、おい、834位やけど打率2割7分3分。伊藤選手、ちょっとリベンジしたよ。もうちょっとそろそろ終わりたい。これでちょっと堀選手、パーン決めてね。うん、ピシャッと締めて終わろう。さあ、イチローは出ないと。ワールドストップ。帰ってきた、録画かな、長い長い、
すごい長い、すごく長い。ボークダルさん、ダルさんボーク、ピッチクロックあるよ今メジャーは。ダルさん、ちょっと何これ。ちょっと待って、これ分かった。いや、この方で打率2割3分ぐらいでランキングが入ってたんすよ。ランキング800円ぐらいに入ってたんすよ。え、これもしかしてそういうやつ。え、これチート。うわ、これ俺が切断して負けるやつやん、これ。出たー。うわ、これ絶対それやわ。え、ちょっとこれ通報していい？これ通報やわ、これは。もうせっかく伊藤選手使えたのに。え、もう一回ちょっと切るわ。これ今戻ろうとしてるんですけど、多分これ俺の負けなんで、これ。ちょっと待って、もう全く進まへん。もうこれなんなん、これ。え、結構待ったよ、今10分ぐらい。いやー、もうこういうのマジでやめてほしいわ。もうちょっと時間の無駄なんで、もうこれ、リタイアします。はい。いや、マジだるいわ、これ。ほんまに。角の遅延行為。角の遅延行為でいっか。いやー、もう伊藤選手使いたかったー。あれってさ、どうやってやんの？多分あれで買ってきてるよね。ランキング800位入ってるってことは、あの打率で。どういう風にやんのかな、あれってマジで。チートやんね、多分。チート。一種のチートやで、あれ。たまにいるんすよ。大会とかでもああいうやつおったんすよ。戦わずに買っていくみたいな。いや、マジできつい。え、待って。え、中継ぎの体力全員。え、嘘やろ。ちょっと待って、俺悪いことしてないのに中継ぎの体力全員減ってんねんけど。うわ、信じられ、俺がリタイアしたから。マジかよ、コナミさん。そりゃないぜ。え、マジで衝撃的なんですけど。さあ、ちょっともうこんなね、もうクソゲーやってられないんで、もうこれで終わらします。はい、もうこの試合で終わらす。もうイライラして、もう嫌です、もう僕。はい、もう今日は嫌だ、もう僕は嫌だ、今日は嫌だ。抜けるよ。よし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 、さあ走ろう。いやー、じゃあこれ降格出ないか。オッケーオッケー。結局堀選手の応援歌最後まで入れずに終わった。グレイト。オッケー。よし、さあ、いや、チャンス出ねー。ということで、ありがとうございました。